はい、たけしです。ギグス3月号ギアナビ、今回の動画紹介するのはこちらです。さあ、その通りエピフォンのアップタウンキャット ES コレクションというですね、新作ですね。これね、僕がめっちゃ好みのタイプなんですよ。これまあ何ですか、ボディサイズがそんなに大きくないだけど、こう F ホールが開いててセミフォロー構造、実際にちょっと音をね出してみようかなと。クリーン感の感じでいくと、ちなみにこれね、見た目でわかるかな、ミニハムなんですよね。このミニハムが乗ってるんですけど、これも結構ね、このクランチするとわかるかな、こう食いつきがやっぱねいいですよね。センターにしてクランチぐらいにするとこういい感じのなんかね、このやっぱ箱感、これよく出てるなと思いますね。まあ、でちょっと歪ませてみると、まあセンターブロック入ってるんで、ライブの時とかもまあそこまでハウリングしないかなと思うんですけど、結構パワフル。こうミニハムのいい食いつき感と、まあでもハムなんで、やっぱ一応ハムバッカーなんで、太みもありつつ食いつき感があって、歪んだ時もね、こうなんかタイトにまとまる感じがしますね。でなんか今回このブルー、濃いブルーのカラーなんですけど、結構これあのラインナップ見せてもらったらね、いい感じの中でこうゴールドっぽいやつとかグリーンっぽいやつとかレッドっぽいやつとか、そのなんかこういい感じのねカラーバリエーションも出てたりして、こうああなんかいいなって正直思いましたね。やっぱこのボディサイズもこうでかくないんで、僕らが持ってもこう持ちやすいし弾きやすいし、非常に僕の大好きなタイプのギターだなと思いました。というわけで今回はエピフォンのアップタウンキャット ES コレクションご紹介しました。